学校法人東京女子医科大学、東京女子医科大学病院、東京女子医科大学、病院は東京都新宿区川田町にある大学病院である。略称は女子医大病院、妻、東京女子医科大学川田町キャンパスに併設されている。東京女子医科大学は医師給与が最低級にもかかわらず、多くの勤務医たちは、 国内最上級の医療経験を積むため、発給を覚悟でこの病院を選ぶ。がそれでは生活できないため、外部の病院での勤務イコール外勤イコールアルバイトが週一回認められてきた。これが長年の慣行だった。が、経営陣はこれを一方的に破り、外勤をやめなければ給与を下げるという通告を2021年2月に勤務医へ打ち出した。医師たちには、 衝撃が走り、隊員へ移るか我慢するかを迫られた。それが、前代未聞の大量退職の原因になった。2020年6月11日、東京女子医科大学は、団体交渉に臨んだ、東京女子医科大学労働組合に対して、全職種の、今期の上半期賞与は支給しないと回答した。今回のボーナスゼロ回答を受けて、全看護師の5分の1にあたる、 約400人が退職の意向を示した。日本医療労働組合連合会の調査によると、季ボーナスについて回答した全国の医療機関338のうち、約3割が去年より支給額が下がったが、ボーナスゼロ回答は東京女子医科大学のみであった。同年7月31日付で病院側が教職員向けに通知した文書によると、理事会でき賞与は、 基本給の0.9ヶ月分で一旦決定。コロナ感染症拡大に伴う様々な診療、負荷に対する異常を込めて0.1ヶ月分を上乗せし合計1ヶ月分として賞与を支給する方針に転換した。2020年4月に入職した女性看護師が新型コロナウイルス感染症の感染が拡大していた2月末から3月初めに、 海外への卒業旅行をした3週間後、病院から無給での自宅待機や自費での PCR 検査を求められた。こうした対応の詳しい理由を説明してほしいと伝えたところ、勤務態度がかんばしくないなどとみなされ、6月末に解雇された。女性看護師は東京女子医科大学看護専門学校を卒業して、看護師国家試験を終え、 卒業を待つだけだった2月27日、ロサンゼルスに卒業旅行に出かけた。専門学校からは在学中の2月中旬に、海外渡航は控えるよう言われていたが、3ヶ月前から計画していたこともあり出発し、現地の友人宅に滞在し3月5日に帰国した。海外へ渡航したことは3月下旬にあった。病院からのアンケートに回答して伝えた。 病院の寮に転居手発出勤に備えていた3月31日夜、病院から電話で3週間の自宅待機を言い渡された。さらに自費で PCR 検査を受けるよう指示された。PCR 検査の結果は陰性で自宅待機は解除され、女性看護師は4月23日から病院で働き始めた。5月に入って、病院側から海外渡航についての弁明書、 または始末書の提出 PCR 検査の自費負担自宅待機中は無給とするという3点を自宅待機解除の要件として同意するという内容の書面の提出を求められた。女性看護師によると就職前に海外渡航した新人看護師は30人以上おり病院側に対応を正す質問が相次いでいたという。女性看護師は5月末に同意書を提出。 同時に法的根拠などを丁寧に説明してほしいと病院側に伝えたところ3日後の6月30日に雇用契約を終了するとの通知書が届いた通知書には海外渡航したことや PCR 検査代金の自己負担に関わる同意書の提出までの経緯などに鑑み勤務態度がかんばしくないものと判断したなどと書かれていたからの退去も命じられ 4年働けば免除されることになっていた看護専門学校在籍中の奨学金計108万円の返却も求められた。東京女子医大広報室は朝日新聞の取材に対し双方の弁護士官で接触中の事案であり、コメントは控えさせていただくとしている。ありがとうございます。